地本問屋、長谷川節丹が地本問屋とは、漢文期から江戸で始まった地本を企画、制作して販売した問屋。地本とは、江戸で出版された大衆本の総称。シャレ本、創造詞、特本、国境本、人情本、話し本、教科本などがあった。草造詞の内訳として、赤本、黒本、青本、孔病詞、合刊があった。また、 浮世絵版画も企画出版しており、地本二色絵ドニア、地本創始ドニア、絵創詩屋などとも言われ、版元、または版元とも言われる。日本の商業出版は、原なきに、京都で始まった。初期は、物書、樹書、詩書、軍記、伝記、遺書など固い本に偏り、それらを、物の本と言ったが、明暦、万字頃からは、徘徊書、浄瑠リ本、金造紙。 おとぎ造うなどの娯楽本も出始めた。江戸では、紹介し、道兵へら地元の店は、まだ少なく、京都からの出店が本店の本を売り、それらを下り本と呼んだが、漢文期から草造うが出版され始め、それを含め、江戸で作って売る娯楽本を、地本、江戸地本を扱う本屋を、地本どんと呼んだ。地本どんに対し、ものの本を作って売る店は、 書物問屋と言われた。京や大阪では、地本問屋は、書物問屋の管理下に置かれていたが、江戸においては、地本問屋に対しての書物問屋という捉え方であった。江戸時代の本屋は、編集と製本と小売りと取り継ぎを行い、古書も扱った。また、浮世絵木版画の葬式における墨釣り絵や絵の、時代では、地本問屋と書物問屋の区別は明確ではなかった。 地本問屋は、西木絵などの浮世絵木版画やスゴロクなどもすって売ったため、地本創始問屋とも言われたほか、絵創始屋などとも言われた。京都では特に区別がなかったが、江戸においては草草紙などを扱う地本問屋と物の本を扱う書物問屋が明確に区別されるようになったのは、出版関係の株仲間組織が結成される、共放期以降であった。体制批判や、 風紀貧乱を警戒して、江戸幕府は天穴危機から出版統制に乗り出し、それの実行的な法令は、1722年の大岡忠介の虎年の禁令で、その一環として、まず従来陰で動いていたものの本屋の仲間を公認した。そこでは、選し下行事が仲間の出版の可否を自主的に審査し、それは海賊版の流通を防いで、 会員の理にもつながった。書物問屋仲間は晴れて動き出したが、地方問屋仲間の方は完成の改革下の完成2年にようやく20名の問屋によりできた。この時から町奉行の管轄下に置かれ、会員という問屋同士による検閲員が天保13年までに式への画面上に応印されるようになった。この頃、下作者の友誠同期三次と、 小井川春町が執筆をやめ、津谷重三郎と山、東京殿が罰せられた。改革後の文化文政期は、地本守森、実編者十九の東海道中膝栗りげ、式帝三馬の浮世風呂、極帝馬金の南宋里見八県殿、竜帝種彦の偽紫中、源氏などが地本問屋を潤わせ、また、葛飾北斎、歌川国貞、慶斎衛星、 歌川広重、歌川国吉、当主彩者落らの浮世絵が店先を賑わ,わせた。天保の改革が始まり、株仲間解散令が発布された。天保12年12月13日には、排他的との理由で各業界の仲間が解散。この時の加盟問屋数は29名であった。そして改革の副作用として地方問屋の開業が自由になり、 解散令が撤回された後の開営4年に、地方問屋は164件と、解散前の5倍以上になった。この天保12年12月以前から営業していた、半元を古組と言い,い、新しい半元を新組といった。しかし、天保の改革の余波で、天保13年6月に出された出版条例により、ためなが春水と、龍亭種彦は処罰された上没死。 極定バーキンも去り、地方の作者人は寂しくなった。同天保13年からは会員もな主による直接検閲となり、安政5年に1月まで行われた。同年2月から再び自主検閲となった。やがて幕末になると諸外国が開港を迫り、勤農砂漠の騒ぎを経て明治となり、大上官日誌、政府の職員録、 教科書作りなどに転身する問屋もあったが、台頭した活版印刷の影にうずもれていった。やがて、完成以来の地本と言株仲間も解散となり、明治7年には新たに東京地本堀が営業組合が形成された。また、明治8年9月に新聞紙条例が発布されると、従来の会員制度が廃止され、西京においても出版届で年月日が作者、 半元の住所指名を明記することが必修となった。明治期に開業した地本問屋も秋山武志右衛門、小玉渡七、向川正吉など多く存在しており、東京の地本問屋はいずれも土蔵造りの店舗を持った相当の店舗であり、代々の商売を継ぐおっとりとした主人もいれば、詳細にたけて新時代の思考に合う作品を発行する店もあった。しかし、 江戸名物と言われた、地本丼屋も、日清戦争、日露戦争の頃には、最後の時を迎えている。大倉孫兵衛、荒川東兵衛は上丼屋へ移行し、辻岡文助、綱島亀吉は田舎向きの出版屋になった。また、山中一兵衛、五代目、松木平吉をはじめ、大部分の店は懐かしい浮世絵を残したが、明治四十年代以降には、 新版の西京を出版する店も5代目、松木平吉と2代目、秋山武史衛門のみで、日本橋区、京橋区、神楽、浅草区、下役、芝区、本所区などにあった大棚と呼ばれた問屋も、書籍、うちはセンスチラシ、ポスター、絵はがきなどといった新しい商品を扱うようになっていった。その後、大正期には旧版による、 複製版画が多数出版されるようになっていった。検閲を経て掘り出された西木絵は、店先で縄を張り、竹ピンで吊り下げられ、街行く人に審判が目立つように売り出されていったが、このような古風な絵奏紙屋も、大正十二年の関東大震災によって潰れ、昭和と改元された頃にはもう姿を消していた。次のような店が攻防した。ふとじは、書物どんや、地本んやの両方の、 仲間に入っていた本屋。本屋は日本橋通り沿いに多かった。ありがとうございます。